かくお披露目会って言うとのに、え、せっかく お披露目会って言うとのに見に来やんわけにいかんかなと思って。今から行きます。仕事仕事。いや、ツーリング行けないです。ごめん、邪魔した。何を言う並べてやん、お前。ちょっと俺はハーレーやぞって。あ、でっかいな。あ、川。あ、それは直さなもったいないな。高いと思う。うん。川の補修屋さんがあるんで、それで直してもらった方がいいと思っちゃうかなと思いますけどね。安住君、これ。あ、あれ純正純正物ですか。純正です。あれ？5万円するとね。やっぱ買うと高いですね。5万円。うん。どうで？小寺さん、セナ買ったんですか？もう。はい。見かけたくて。アビアブリーズして。え？セナ？いらん機能、いらん機能がいっぱい余計あってね。使わん機能がいっぱい余計あるやけど。インカムついてるんですよ、インカムセナ。インカム、インカム。これなんですね。え？いや、インカム。大したことない、大したことないですけど。ちょっとまたがらさせてください。エンジン。あ、めっちゃめちゃ足つけえやろ。めっちゃくちゃ足つけえね。俺信号が自然的にならんもん。これは苦にならんわ。もうベタベタ。ベタベタ。お前ね。え、これハーレーよりちょっと低いぐらい？前またがったね。こんなに低かったっけ？いいかな。ちょっとごめんな。タンク近いのこれ。あ、一緒ぐらいっちゃ一緒ぐらいなんやけど、そっか。この V 型がこれ45じゃん。うん。あれが90。ああ。ああ、せやね。90度はこれがハーレーが熱持ってあっちで一日たるもんで山上がる。ハーレーは45度やもんで、熱がこもって、もうこの辺、もう一瞬になるんだ。ああ、これは感じて、90度になる。シートが柔らかいでかな、なんか、よりこちらの方の足つきがいいように見えるけど、実際の足つきは一緒ぐらいですね。そうやろ。うん。ちょっとエンジンかけましょうに。出てかけますのこれ。あ、そうなんですか。お。いい音処理だ。すっごい音すんな。ということで、ゆっくり楽しんできてください。ちょ、行きますわ。頑張って。いや、ちょうどこんな今からね、間に合うの？うん、あの9時半ぐらいに行くのに、ちょうどもちょっとぐらいやったら寄れるかなと思ってます。すいませんだ。お疲れ様です。
ね、いつものマッスー軍団さんがね、うん、川崎の ZX14R 乗ってみる方がね、前の動画でも話してましたように、アメリカンヤマハのねドラッグスター1100を購入されたので、それのお披露目ツーリングに行かれるということであったんですね。うん、まあ私の方はね、ちょっと今日は仕事なので、これからねちょっとその仕事場の方に今から向かうんですけども、まあ、どうしてもねやっぱりね、こんだけねバイク関係が活発化になってくるとね、見に行きたいなということで、お披露目会場と見に行かさせてもらってました。